銀河へキックオフは日本のテレビアニメ作品。2012年4月から2013年2月まで NHKBS プレミアム及び NHK 総合にて放送された。川端博人の小説銀河のワールドカップを原作とした少年サッカーをテーマとしたスポーツアニメ。本編放送終了後にはプロサッカー選手が出演する実写ミニ番組銀河へキックオフ。 J リーガーに挑戦を5分枠で放送。キャッチコピーは、目指すは銀が1。それが、俺たちのサッカーだ。サッカーの好きな少年、大田翔は、所属する桃山プレデターが、人数不足のため解散してしまい、メンバー集めを始めたところ、転校生の高藤英理香と、女子プロサッカー選手の清水美咲と出会う。新たなチームメートと共に、サッカーの銀が1を目指す。 新東京 FC 戦では、桃山ダンデライオンのチーム名を使っている。と大会敗退後、8人制サッカーのミライカップで優勝。バルセロナで開かれる、ガラクシア杯での優勝を目指す。戦術には、花島勝サル公安の、用意、第3、ビルドの3つの戦術をはじめ、チェンジ、団子、渦巻き、さらに渦巻きの派生である、反転。 8の字のような特徴的な攻撃フォーメーションを用いる。選手、監督選手の家族関係者小学生チームが J1 クラブトップチーム所属選手とボールを用いたゲームで対決するミニ番組。第16回では日本女子サッカーリーグのニッテレベレーザが下部組織であるニッテレメニーナセリアスの挑戦を受けた。実況は火で解説は森島博明。 ありがとうございます。